それでは進めていきましょうか。これぶつかったらそのまま取れちゃうパターンっぽいな。岩村から兵出てるもんね。それはそれで困るんだよな。いやまあでも取れちゃったら取れちゃったでしょうがない。そしたら長篠に向けて兵を動かそう。で長篠で叩いてっていう感じですかね。六角と延長。さあ行くぞ。樹形に式は取ります。樹形にが大将ってまたすごいね、絵面がね。負け戦かよ。さあでは罹患の経過。そうか、樹形にそんな持ってたね。同士打ちするけど、まあ、同士打ちしきる前に一気に叩きましょう。やりたい。早いのいいな。さあガンガン樹形にかかりますよ。やりました、一瞬だったね。やりたい。ちょっと罹患の刑本当恐ろしいわ。逆に使ってみたいな罹患の刑を。かといって樹形院を登用するかっつってそれはちょっと話が違うような気もするよね。さあ誰が捕獲される。ドン。あ、池田恒興だ。そうか、恒興か。すまんな恒興、この世界線ではお主の身の寄るところはなかったんじゃ。すまぬ。で岩村がこのまま取れるか否か。取れない。いいね。取れないというのはすごくいいよ。まあ、包囲しておいて、あ、次の月になっちゃったか。この上でどうしよっかな。信長の隊を長篠に向けちゃおうか。ここで多分再び決戦ができるんですよね。で、これをやると、今川はもうどうしようもなくなると思う。まあ、当然、吉田長篠あたりの軍を引っ張り出してくると思うんですけれども、それを殲滅して、吉田長篠岩村を取ってしまうっていう形になりますかね。できるかな。それができたら最高なんですよね。で、まあ、できることもないんで、このまま続けていきましょう。頼む、来てくれ。あ、出た。待てよ、長篠の兵が出てるな。いや、それはいらん。あー、これこのまま囲む形になるな。だったら再び岩村かな。進め。うん、そうだね、これが正解だね。あ、信玄解明。いきなり坊主になっちゃうやつね。勢力拡大とは裏腹に武田家の内情は切迫していた。戦費を賄うため豊かとは言い難い甲斐の領民に重い負担がかかっていたのである。だ、これがさ、信虎のそれよね。領民たちの不満、不安は巡り巡って、黒人や家臣たちの不満、不安へと繋がっていった。そのような中で、父、信虎と同じように、春信を追放しようという勢力が、領内に育ちつつあるのを、春信は感じ取っていた。太郎義信のことだね。こうなれば、先手を打つとしよう。手をこまねいて、父のように甲斐を追われることになるわけにはいかぬ。その日のうちに春信は出家し、信玄と合した。これでも思い立ったが吉日とばかりに出家したとさ、そりゃもう家臣は、親方様ってなっちゃうよね、当然ね。領内の安定に仏教勢力の手を借りるための出家であった。これこの時代の仏教っていうのがさ、どれぐらいの影響力があったのかっていうのはわかんないんだけど、でも、謙信にしろ信玄にしろ、出家することで領内の安定を図るっていうんだからとんでもないもんだったんだろうね、影響力っていうのは。っていうのはあれか、本多正信とかが家康を裏切ってまでさ、一向一揆に参加するっていうのを考えてみても、やっぱ凄まじい影響力あったんでしょうね。天下を得るためであれば鬼にでも仏にでもなろうではないか。こうして領内の支配体制を強固にした信玄であったが、謀反の火種を完全に消し切れたかというと、そういうわけでもなかったと。いうことで、この後に、太郎義信謀反イベントが入るんだね、きっとね。さあ、今川との戦、ひとまずは、完全にこちらの望むように進んでますね。再び岩村城でね、今川の兵を殲滅して、そっからゆるりゆるりと、城を取っていくという形にしましょう。
今回は将軍で行こう。てか、さっきも将軍にするって言ってなかったっけ、その前に。あれ？大丈夫か、僕。信長、秀吉、犬千代。これで、あ、しまった。庭にすればよかったかな。まあ、いいか。で、金が必要、金。何しろ金が必要なのよ。これにしようか。戦々霊でいいのかな。と、まあ、この辺ガン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 伸ばしていこう。織田って、ものすごい金銭必要だわ。品種改良。これもやっちゃいますか。陶器に使いたいという浪人、誰？ドン。あ、へうげ者だ。竹中半兵衛！竹中半兵衛！いやー、竹中半兵衛かー。どうする？天は与えし、王さんの際だよ。いや、半兵衛か。でも、いや、待って待って、この状態で武将一覧見れないかな。正直、半兵衛のいる余地ないんだよね。早陣だし。いや、もうここは見送ろう。半兵衛惜しいけどね。惜しいけど、まあ、いる余地がないよね、半兵衛は。残念ながら。いやー、そうか。ということは、竹中半兵衛。今川に走るのか。それも恐ろしい話だな。これ誰？これ太郎吉信だよね。そうだよね。まあできることはないんで、このまま進めてしまいましょう。いやー、竹中半兵衛かー。ちょっと、惜しいなーっていう感があるよね。さあ来ますね。一部隊合流してないんだけど、揺るがずですが、指揮は取ります。殲滅しましょう。吉本直々に出てきてる。ただひたすらに酒井忠次に向かっていきましょう。頼む吉本、落ちるなよ。いや落ちそうだなこれ。あー落ちちゃった、残念。殲滅できなかった。そうか、まあでも、まあでも大丈夫だと思うけどね。攻め、勝ち、奪う、それが信長の戦よ。で殲滅で、岩村城は再び包囲でだ。で、動かすときですよ。吉田城に兵を、まだ出てくんの？動かす、いや、でも大丈夫でしょ、これ。末森、犬山、右宝城。これが動けば、出てこないと思います。受刑に2万が出てくんだけど。なんじゃそら。待ってよ。信長6000になっちゃったんだよな。こう動かそうか。出陣する。で、長篠に、四軍を動かそう。末森、犬山、右宝城。これを、長篠に向ける。長篠で、戦がしたいな。どうだろう。集結中になってんな、ここで。あー、信長に向かってるね、これね。いや、そう甘くはないか。殲滅してるとはいえ、仕切ってるわけじゃないからね。信長一度引くしかないかな、これはね。で、長篠で戦にできるんだったら、長篠で戦に持ち込もう。1万5000と1万1000だから、まあ大丈夫だと思うけどね。で、金に余裕が全くないので、まあ送っていって、兵が戻り次第、再び岩村に向け出陣って感じかな。お！将軍どこに行く？山名。まあ、無論将軍家でしょ。力を貸してやろう。さあ、で、吉本の隊に、柴田勝家が向かいます。頑張れ、権六。揺るがずですね。揺るがずですが、指揮は取ります。狙うは殲滅。ただ、その一点ですね。やりたい前へ、やりたい前へ。采配し、吉本も殲滅。いいですね。やりたい完璧な勝利。果たしてこれで長篠が取れるか否かっていうところですね。気になるのは。どうかな？取れてもいいよ、これなら。ドン、捕獲。さあ、天野、いいよ。まあ、首を切ってしまってもいいし、切らなくても大した能力じゃないしだけど、これが気になるのか、補佐。回避があるね。やっぱり、切れる首は切っといた方がいいのかな。
なので、天の飯を首をいただきましょう。で、これね、間違いなく、慶喜の出陣には裏がありますよ。信玄は、あわよくば織田に首を打ってもらって、国内の不安の種を覗きたいっていう考えなんですよ。その手には乗らんぞ、信玄坊主。慶喜は、召し放ちます。無念だ。これでね、未だに信玄は、領内に不安を抱えたままになるわけですから。しかもね、慶喜は他の二人の今川の将が切られてるのになぜか慶喜だけ逃がしてもらうと。こいつは織田にも通じてるんじゃないかと。そういう策なんですよ、こちら側のね。策には策を持って応ずる。当然のことでしょう。強行24日。ま、力攻めしますか。で、他に軍出せるかな？出せると思うんだよね。帰ってきてるでしょ。うん。信長1万1000出せるんで、信長1万1000を、吉田城に向け、吉田城も取ってしまいましょう。出陣する。これでね、だいぶ、押せるよね、きっとね。あ、北条包囲網。おお、東がガッツーンって動いたんだけど、すごいな、これ。ていうか、北条の伸び方もすごいね。頑張れ、長尾。長尾もでも、大変だよ、今ね。北条、今川、武田って敵を抱えちゃってるでしょ。あ、すげえ。宇治屋攻めてんじゃん、伊達を。伸び方凄まじいね。ただこれ、この武田領邪魔だろうな。宇治安にしてみるとね。そしたら所領替えでさ、こう伊豆を武田に譲るなり、この辺を武田に譲るなりしてさ、北条はこっちを自分で治めたいはずだよね。で、まあ、開発をする金も、ないよね、多分ね。どうだろう。は。うん、金あんまないね。だまあ、開発もせず、とりあえず同盟の期限だけチェックして、あ、やっぱ延長、24ヶ月やってみましょう。で、このまま進めていきましょう。このタイミングならね、あー来てるな、来てるけど流しのか。切磋の島まだできないはずだからね。こっちも対面いっとくか。できん。どうしよう。借りた狼藉かな。いやーでも、こんなところでこんなことやってももったいないよな。いくつ ?14,000、5400か。戦場上限、それでも、そうだよね。1万何歩来ても、8000対8400なら、大丈夫でしょう。ていうか、その前に落ちるんじゃないかな、これ。どうだろう、強行してるよね。2日落ちるね、これね。余裕で。よしよしよし。行きましょう、このまんま。流しの陥落。勝ち時を上げよう。お見事。捕獲。神保と飯尾。まあ、二人とも、首をいただいておきますか。で、これ多分このまま来る感じだね。だとしたら信長を長篠に向けて、勝家の隊を吉田に向けよう。入れ替わる感じにして、そうしたら兵力の差でもって長篠で有利にぶつかれるっていうことになりますよね。参ります。先に来ちゃってか、これ受験にが、なんかそんな気がするな。でも勝家もう取り付いた。強行60日、ちょっと不安ですけどこのまま行きます。でだ、これどうかな。流しの間に合わないんじゃないか。取られちゃうよね、これきっとね。受験に、まあでも取られたならすぐに取り返そう。叩いて、おっと、ヨシテルと山名、これは将軍勝ちそうだね。勝った。待て、お、間に合った。揺るがずだね。いやでも徹底的に殲滅殲滅を繰り返しましょう。いきます。同士打ちが怖いね。どうやら、あー出た、利観。これだよ怖いの。ちょ、3部隊同士打ちは勘弁してくれませんかね。めちゃ引いてるんだけど。しかもこれでもあんまり長続きしないのよね。やりたい、前。もう徹底的に追い散らすのみ。叩き潰せ。
叩き潰せですね。終わりましたね。お見事のようです、ね、まあ十分な戦果でしょう。やりやりウドの長持ち、まあ首をいただいておきましょう。ウドのっていうとなんか今川の不代の神のイメージあるね。で1万4000に対して信長7000か。もうちょい有利のとこないか。なさそうだね。8400に対して7600でしょ。でまあのろし代を考えて9000対7600か。まあ大丈夫と踏もう。大丈夫ですよきっと。合流で逆に合流させられるかな。誰かいる？空いてる人いないよね。全部勝家隊行っちゃってるもんね。そうか、まあしょうがない。報告いたします。これでね、武将がいっぱいいるんだったら、まあそれこそ出てる城をつつくつつくってやってね、敵兵を散らせることができるんですけどね。それができないのが今回の肝だよね。まあ将軍のままでいきます。秀吉、信長、丹羽、これでいきます。これで表情を終える。で流通系ばっかりだな。流通はいらんのですよ、とりあえずはね。金利外交今はいらんな。そんな金がないもんね。ご命令よ。さてでだ、勝家はあとどれくらいだ。58日か。交渉しちゃおうか。これそうしよう。これで交渉に応じるようだったら、まあ締めたものって感じはありますよね。では進めていきましょう。直虎来るね、これ間違いなくね。さあ交渉、秀長。もうなんだったらさ、あー講和解除できないのか。そもそも講和に応じないんだね今川義元って。あーダメなのか。そうか、いたずらに時を使っただけだったな。さあ来ましたね。わかりません。いきます。長篠の戦い、いいな。大虎8400ですね。ちょっと兵力がまばらなのも少し気になるけど、まあこれで頑張っていってみましょう。できる限りうまくドラを使うっていうのが今回の肝だね。一番困るのはこの状態で直虎が待機戦術を取ると相当困るっていうのは、相手にのろし台があるんでね。敵の居所知れたみたいだな。いや待機戦術か、これ苦しいな。どうする、押してみるか。少しだけ前に出よう、ドラから出ないように。始めよ、始めます。ぶつかれるかな。ぶつかれるんだったらいいんだけど、ぶつかれるまではいけない。月よ、覚悟しておけ。少し触るぐらい。始めよ。いるね。直虎さえ散らしちゃえばっていう感じなんだよな今回は。いいや、厄介な来ましたね。足止めする。でこの太陽もう挑発上等って感じで一気に叩きましょう。うん、今回の戦直虎のみにしようか、絞ろう。じゃないとあの殲滅狙うとこれ多分ひどい目に遭うので、ただただ突撃するだけですね。足止め、逃がさない。これを殲滅させちゃえば相当楽になるよ。しかも位置関係がかなりいいような気がする、この状態だとね。だって真っ二つに割れてるもんね敵兵が。さてうん、すごくいい形になってるこれ。足止め打てるけど、よし壊滅したね。それでは全軍でもって直虎に書き込みます。六天魔王が今打てればな。でも大丈夫だね、直虎散らせそうだね。散らしました。よし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 、これはいい勝利。やりたい、これ結構敵軍にも被害入れたでしょ。ひれ伏し、うん、入れたよね。信長が天下に。いやちょっと殲滅を下手に狙わないでよかったわこの戦に関しては。捕獲、お、いっぱい来たぞ。まあ皆々様、首は頂戴いたしましょう。
すまぬな。深く。もう容赦ないよね。で、ここで信長は、どうしよっかな。コロクを部分入城させて、で、騎乗します。で、あとは権六に任せよう、吉田城はね。もしも来るようだったら対処しますけど、当然。来ないとは思うんだけどな、どうだろう。報告いたします。その前に、節祭の教えが来てもおかしくなさそうではありますけどね。と、ちょっと金銭が相当怪しいんで、まあ、長篠は、足軽雇いますけど、武将が詰めてない城、武将が詰めてない城は農兵にしよう。例えばだから長島、ここは農兵ですね。大垣、農兵。諸畑、ここを農兵にしましょう。あ、農兵にすると、兵があんま雇えないのか。まあでも、限界まで農兵を雇った上で、足柄を雇うという形にしましょう。じゃないとね、ちょっと、金が追っつかないわ。で、このまま行きましょう。吉田城行けるかな?出てこなそう。ああ、出てきた。12,300 か。ちょ、待てよ。この辺で、有利を取れる城ってどこなんだ?犬以上が、戦場上限小さいんだね。いや、これ厄介だな。マイル。どれぐらい行くんだ ?19 日で決戦開始になってっから、もう20日と踏もう。24日、ギリで間に合うね。これをなんとかしないといけないね。となるとだ。となると、ここだとここに来る予想。犬以上に兵を出してみるか。こう。信長は除く。さっさ成政は、どうしようかな。成政は入れるか。ちょっと信長遠いんでね、距離が。まあ、全軍足軽で持って、6700。どうなるかな。ここ受験員の城か。だからもしかしたら動きが変わるかもしれないね。さあ、どうなるかな。あ、変わったよね。よしよし。これで吉田城取れたね。で、まあ、当然攻める道理はないんで、兵はここに留めておくのみにします。で、その間に権六が吉田城を取れるよね。よし。って考えたら、今度は準決勝この辺に築いて、犬以上での有利を取るという形ですかね。準決勝を、あ、しまった。ここがそうなのか。じゃ、しょうがない。ここの商人町撤去するか。で、ここで準決勝を築いて、島を。承知した。で、これで送れば、吉田は落ちますね。待機する。吉田城落ちました。やりました。捕獲。あ、氏真だ。そうか。氏真は解放しましょう。人望は、まあ、正味微妙ではあるけどね。一応、いやでも、人望もめし放つか。そうしよう。ありがとうございます。これで、一文集を逃したことでね、吉本がちょっと機嫌を直してくれるといいんだけど。部分入城で、この城、権六に任せようか。で、残りは騎乗します。で、犬千代もここで騎乗。これでいいでしょう。ひとまず収まりましたね。すべての戦が。ここで、まあ、節祭の教えなり、講和なり、来てくんないかな、今川と。ちょっと東が偉いことになった、台風で。報告いたします。ね、講和したいよね、ここで一回ね。これより表情を行う。どうなんだろう、一気に押すところなのか?今回もこのまま、将軍で行きましょう。光った犬千代、信長、猿。これで表情を終える。で、座商人優遇、やっときますよ。金が欲しい。何しろ金が欲しい。ご命令よ。
で軍備、まずは吉田城ですね。吉田城の兵を足軽中心にします。まあ、4000目指してね、とりあえず雇えるだけ雇っていくという形にしましょう。で本当に問題がどうやって今川と講和をするかなんですよ。この状態でもう岩村城取ってもいいような気がするな。でも岩村城取ると武田来そうな気がするけど、でもそれに関しては長篠も一緒か。だからまあ岩村城取っちゃいますか。この準決勝はね、ガンガン発展させていこうっていうのは、この岩村城の役目を今度はこの乾城がね担うということになりますからね。そうだね、岩村城取ってしまおう、取ってしまおうというか、この動きを見せることで節制の教えが引き出せないかなというのを期待して押していきましょう。いやでもグーンって動かしてるね。だったらさ、また殲滅して城を取ってしまいたいが、待ってよ、そうなったら犬千代は避けよう。犬千代じゃなくて、ああどうしよっかな、南の兵はまた攻める役にしよう。だからこの5体だね、この5体1万5000で持って、岩村城で持って決戦ですかね。多分その前に節制の教え来ると思うんですよね。それでは続けていきましょうか。どうなるかな、これで来るよねきっとね。将は終えられぬな。いや農兵精錬、そうか、ならばこちらも行きますか。覇王の野望、我が発動、何人たりとも止められぬ。これでさらにこの戦が楽なものになると思います。さあ激突、無論采配は取ります。さあ覚悟しろ吉本ですね。壊滅やりたい前で、これも壊滅しますね。引くぞ。であとは吉本に向けただ行くばかりですよ。6点も行きますか。これが新しき戦、新しき、終わったね。新しき戦の前に吉本はただ屈するのみですよ。始めよう。ご命令を、お覚悟願おう。まあ強撃が入り、強撃講師入れちゃおっか。この首、この手でおしまいですね。始めよ、攻め立てよ。吉本をかかれ、滅しました。我らが、お見事。さあこたびも綺麗に殲滅しました。ひれ伏し従え。あ、これ岩丸城そのまま取っちゃおう。こうなったらね、捕獲ドン。吉本、ああ来ないか。瀬名か、瀬名も首いただいちゃいますか。すまんな。無念だ。で信長はこのまま岩村城を取ってしまいます。攻撃29日でいいよね。いや強行18日にしよう。時が惜しい。というのは節制の教えがあるから一刻も早くっていう感はある。で、こうなるとどうしようかな。引間城5000がいるのか。いや、でもここは、飯の屋に、攻め入りましょう。小六、勝家、数正の兵。1万5000。1万5000いらないな。1万2000で、参りましょう。さあ、どうなるかな。報告いたします。理想は、岩村城を落としたところで節制の教えなんですけれどもね。でももう今川兵いないから、この南はね、北はまだいるけど、だからまあ節制の教えこずとも、いやでもこの辺まで取っちゃうと武田が怖いなね。武田がすごく怖い。この辺だってこういう風になっちゃうと、武将がだっていないもん、守備の武将が。え、どうしよう。そしたら武田を取り始めるしかないのか。この飯田城を。飯田城を取って、武将どうする。朝倉が動いたら、ものの無残に散るしかなくなるんだけど。いやー、もうなんだこれ。